皆さんこんにちは、徳田圭です。今回はプログラマーの人、もしくはこれからプログラマーを目指す人におすすめの漫画をご紹介したいと思います。今回紹介するのは王様たちのバイキングという漫画です。王様たちのバイキングはビッグコミックスピリッツという雑誌で2019年まで連載されていた漫画で、現在は最終回を迎えてしまっているんですが、コミックスが全19巻発売されています。僕も連載開始当初から読んでいたわけではないんですが、講座の受講生さんに教えてもらってハマってしまい、それ以来コミックスの新刊が発売されるたびに購入してきました。ネタバレにならない程度にどんな漫画かざっくりご紹介すると、主人公は是枝和樹という青年です。こっちの彼ですね。小さな頃から PC だけが友達で、 PC にのめり込んでいくうちに優れたハッキング能力を身につけました。高校を中退してからもバイトもすぐにクビになってしまったり、何をやってもうまくいかない日々の中で、憂さ晴らしにクラッキングでサイバー攻撃を繰り返していました。そんな中、ひょんなことからエンジェル投資家の酒井大輔に拾われます。この人ですね。そして高度なハッキングスキルとサイバー犯罪者たちの思考が読めるということを武器に、ホワイトハッカーとしてサイバー事件を解決しながら人間としても成長していくという物語です。ちなみに日本ではサイバー攻撃を行うことをハッキング、それを行う人のことをハッカーと呼ばれることが多いですが、ハッカーの本来の意味は技術を極めた人に贈られる賛辞なんです。サイバー攻撃のことはクラッキング、それを行う人のことはクラッカーと呼ぶのが正しい使い方ですね。この漫画の面白いところは、ストーリーの展開やキャラクターの魅力はもちろんなんですが、 IT の専門的な部分までリアルに描かれている点なんです。例えば主人公が使用している PC や実際のハッキング手法、作中に登場する会社が開発しているウェブサービスやその運営の様子、主人公がサイバー犯罪者たちを追い詰めるために武器として自作するツールなどなど、現実にあってもおかしくないぐらいリアルに描かれています。ちなみにこの主人公の必要なものは何でも自作していくという考え方は僕もとても共感します。余談ですが、僕も仕事や趣味で使うツールは基本自分好みに自作して使いやすくしています。例えば講座のオンライン学習システムやメルマガ配信システム、ブログのシステムなんかもムーバブルタイプの使い勝手が少し悪く、動作も重かったので一から自作したシステムを使っています。話は戻りますが、作中で主人公はサイバー犯罪者を追い詰めるためにサイバー空間での指紋照合システムのようなものを開発します。プログラマーはそれぞれソースコードの書き方に個性が出るので、そういった癖をデータとして分析し、機械学習させたソースコードのデータベースと照合させて悪質なソフトの開発者を特定するといったツールです。確かにプログラマーによって変数名や関数名の付け方、インデントやスペーシングの癖、コメントの書き方、ソースコードの分け方や配置の仕方、こういったところはどうしても癖が出てしまいます。実際開発チームなどでも長年一緒にいるメンバーのソースコードは見るだけで、これはあいつが書いたコードだなと分かったりしますよね。ちなみにコミックスの4巻で ATM の不正アクセス事件を捜査するために、主人公が ATM のソフトの開発会社に行ってソースコードを解析するっていうシーンがあるんですが、そのソースコードの関数名やコメントがとても面白いというかひどいので、ぜひ見てみてください。ということで今回はプログラマーにおすすめの漫画、王様たちのバイキングのご紹介でした。パソコン1台で自由自在にツールを作り、サイバー空間を戦っていく主人公を見ていると、プログラミングへのモチベーションもアップすると思います。ぜひ皆さんも読んでみてくださいね。今後も技術的な話だけでなく、こういったプログラマーにとって面白い情報もお伝えしていければと思いますので、またぜひご覧いただければと思います。というわけで今回は以上になります。僕のチャンネルではフルスタックエンジニアを目指す方のために役立つ情報や生きたノウハウを発信しています。もし参考になったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。